終戦後も任務を続け、30年密林にこもって戦闘を続けたの取り組む将尉、小野田博夫さんが亡くなっていたことが分かった。戦争が続いていると信じ、フィリピン・レバング島に30年間任務を続けたの取り組む将尉で、ボランティアなどを要請する。